イメージとしてはなんかやっぱ綺麗な街だと思いますね。整理されてるし、人も特段こうアッパーなやつとかいないし、まあみんな、なんか結構電話すればすぐにみんな集まったりとか、結構あの、まあ、ここにまあ中心としてみんな集まってるようなそういう感じですかね。あ、うちの姉貴がいるアイスクリーム屋っすね。アスカ。行きますか。あ、行きますか。松本は本当に多分住みやすい街でもあります。で、結構もう県外からこっちにこう移住してきて仕事したりとかお店開いたりとかする人もやっぱ結構多い。なんかそういうのをまあ含めてやっぱ結構居心地がいいのかなっていう。今日あの今回ちょっと紹介したい僕の幼馴染がいて、あの兄弟なんですけど、2人ともまあ DJ もやってて、昔からもう小学校からの幼馴染で、でもうずっとあの一緒にヒップホップをもうずっと聴いてた友達で、あのイカリア君っていうんですけど、イカリア君ちがこういう松本城のこう外壁を塗るっていうそういうあの仕事をしてて、今ちょうどそこにいるんですけど、もうちょうどなんかそういう時期で今と毎年、秋に漆の塗り替え工事をやっています。で今見えるところでいうと、あの黒い外壁の黒い下見板っていうんですけど、それを毎年洗ってから、その上に漆を塗って、まあ化粧直しをする。1年に1回2月やるんですけど、まあ雨風紫外線でやっぱ やれちゃうっていうか、でやっぱ毎年ってこと、はい、やるようになったっていうのがですね。いつもパーティーやるときなんかは普段まあ2人ともこう裏方の方を回ってもらって、いろいろこうサポートしてもらったりとか、もう本当なくてはならないもう親友前面っていうような感じで、でも普段そういう2人がやっぱこういう仕事してるのもやっぱすげえ誇りに思うし、もうなんかいつ見てもやっぱかっけえなとか思うんで、まず地元、まあ、松本のこと、松本を含め長野のまあ総称うちらの中ではまあウィンターンって言ってて、まあ、ウィンターン、まあ、ウィンタータウン、まあ、冬の街っていうことで、まあ、やっぱり夏よりやっぱ冬のイメージですね。雪がやっぱこう激しく降る、あとまあ寒いっていうやっぱイメージあるんですけど、逆にやっぱそういう土地の方が俺はやっぱヒップホップが熱くなるっていう、そういうちょっとイメージがあるんで、そっからあのウィンターンっていう名前つけました。でなおかつあのこのウィンターンの名前つけたのが、まあマーシーさんがまあウィンタータウンってどうみたいな、あそれ熱いっすね、でそれちょっと短くしてウィンターン、そういう感じになった、感じですね。あの本当気持ちのいい奴らがやっぱ多いっす、ヒップホップの中で。それはやっぱ居心地の良さでもあるし、そういうところでやっぱもう切磋琢磨して、まあ、うちらのヒップホップがやっぱ出来上がってんのかなっていう、そういう印象ですね。めぐるレコードっていう7インチのカッティングはもう専属でずっとやってる方で、で、何気に僕と、高校が同じのまあ大先輩ですね。で一時期まあ東京いて某レコードショップでまあバイヤーやってたりして、でまあ地元こっちに戻ってきてこういうカッティングの仕事を始めてっていうような形で、じゃあ早速1枚作ってみたいと思うんで、はい、曲はこの来月だよね、宮田ストレートのちょっと1曲、あの1曲ちょっとカッティングちょっとお願いしてるんで、だからあれですよね、大量生産できないですもんね。そうだよね、もう1枚1枚実時間かけるもう何回っていうのは多分形の多分作業だと思うんで、そうだから多分あの頼む人によっては本当1枚だけ、こうスペシャルで作る人もいれば、まあ多分50枚ぐらいですかね、そう多くても50枚ぐらい、10枚20枚、30枚みたいな。掃除機カスが出るからカスを吸い取るみたいな、削りカス溝にした時の、やばいですね、夜中も掃除機使うとなるとそうで、どんどんと溝が生まれていく、
刻んでる時に音が大きすぎたりとか、まあステレオ感のある音すぎると、はい、やっぱここでこの時点で針が飛ぶっていうか、ループしちゃって止まっちゃうみたいな。いやそれもやっぱバランス、そう微妙なこうバランスがあれなんですね。それ曲の長さによってこの音量でカットできるみたいなのがあって、はい、で、まあ、3分ぐらいはやっぱ7インチだと一番最適な、あれなんですね、一番大きい音でカットできるみたいな。これで完成。うわーすげえ。めっちゃ良さそう。これもう聞けるんですよね。完成っすね。聞けるって言われてたんですよね。やばい。今聞けるんですか？聞ける聞ける。おーす。普通に。おーすげえ。やっぱこう低音がちょっとこう福岡に、なった感じっすね。なんか直で聞いた感じだと、ちょっとやっぱこうハイの方が少し出てるなと思ったんですけど、こっちだと逆に低音出て、ちょっとこうあるあるハイの方がちょっと下がる感じですね。今日はまあ1曲だけカットしてるけど、まあ本当は B 面も普通にカットできるんで、まあ今パソコンの DJ 主流なんですけど、まだにこうやっぱ7インチだけでやっぱやる DJ とか、レコードだけのやっぱ DJ もいっぱいいて、そういう人たちがやっぱスペシャルでこう1枚自分でエディットしたものを千田さんがカッティングして現場で使うっていう、結構そういうサイクルもできてるんですよね。あとは最近面白いなと思うのがプロモ版、みんなまあ200枚300枚レコード作るのに半年ぐらいやっぱ今かかっちゃうと思うんで、プレス出すと待ってる間にいろんな DJ の人にかけてもらいたいから、ここうちで10枚だけ作ってそれを DJ に配って、今は多分現場でかけるっていうよりかはそれをインスタとか SNS で紹介してもらうみたいな、で、まあ、予約取ったりとかしてもらうみたいな反則プロモーションで使う人も結構いるっていう感じですね。それはすごいなんか90年代っぽいっていうか、そういうプロモ版作るみたいなのも結構面白いな、面白い、まあ、この時代にと思ったりしますけどね。じゃあちょっと友達のスケーターのちょっとショップに行きたいと思います。キャノーラスで行きましょう。去年の4月にできたちょっと新しいスケボーのお店で、まあ博士くんがまあちょっとボスでやってるお店で、まあそれでちょっと今松本のスケートのシーンも次熱くなってきてるんで、ちょっと紹介したいなと思って来ました。博士です。キャノーラスケートショップの店長というか、はい、やらせてもらってます。地元が塩尻市っていう松本の隣なので、去年一昨年かこっち帰ってきて、で4月から始めて1年ちょっとお店をやってます。山ちゃんはDJ ダイスって名前で DJ もやったり、結構ドープなビートも作ったりで、もう結構その音楽シーンにしてもスケートのシーンにしてもがっつりこうリンクできてる、もう超友達っすね。今松本のスケートのシーンってやっぱお店とかできた後とかってやっぱ結構変わったりとかもしたんですか？いやすげえ変わってると思う。博士の店にやっぱいろんな若い子とか、今まで見なかったようなスケーターの子とかも来たりして、やっぱスキルもあるし、プロップスもあるから、やっぱね博士の人柄に惹かれてやっぱすごい人が増えてんだなって。松本をちょっとこうレップしてるバンリってやつがディアスポラっていうスケートのチームやってて、それがまあみんな松本出身で今東京で頑張ってて、もうそこら辺もまあ唯一このキャノーラでディアスポラの洋服やっぱ売ってるし、なんかそういうとこもやっぱみんなうまくこうまとまってる感じもやっぱ出てきてるんで、なんかこういうところも含めてやっぱこうチェックできたら嬉しいですね。その今はやっぱ例えばスクールがあったりとか、インターネットとかでもそのスケートボード技術的にもなんかその上手になれる環境っていうのは昔よりはるかにどん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 急速に整ってて、まあそれで日本人がオリンピックで金メダル取るとかっていうのも実現できたと思うんですけど、やっぱまあそのスキルの部分がどうしてもまあそっちばっかフューチャーされちゃって、やっぱ僕が見てきたまあそのカルチャー的なところで、やっぱ僕らの時って上手い人って必然的にやっぱそういうなんかそれ以外の部分もすごい魅力的だったっていうか、かっこよかったね。そういろんなことやっててスケボーだけじゃなかったっていう、この場所とかで例えば、まあ、スケートボード
しか興味なかった子たちがそれこそまあソウさんとかの音楽とかにも興味持ってもらって、まあそれ以外のことも一緒にやっていけたらいいかなと思ってますけど、まあなんかその音楽だけじゃないってところは絶対ありますね。そのヒップホップ聴いてるやつでも別に音楽やってないやつはいるし、 DJ とかラッパーじゃなくてもなんかその自分の仕事とかやってることをやっぱ誇ってるやつら、そういうやつら俺はもう本当に敬意を表してるし、そういうやつらを結構なんかひっくるめてこう上げていきたいっていう、そういうスタンスですね、うん。まあなんかその例えば名古屋とか大阪とか北海道福岡とか、まあ、東京もそうですし、もう本当に絶対数はやっぱ明らかにこう違うと思うんですよね。言っても松本だってやっぱ田舎だと思うし、だけどなんかその一人一人のやっぱ熱量、なんかそこのやっぱ違いってのはあると思うんですよ。俺の結構周りにいるやつらはみんな熱いやつら でしかもクールなやつらで、そういうやつらがヒップホップやってる、でそこひっくるめて、まあ、みんなでそういう作業なりパーティーなり作品なりを作ってる、そういうところのもう縦つながりじゃなくて横つながりでみんなもう一緒にこう活動してるっていう、なんかそういうのを結構分かりやすく提示できてるのがこのやっぱ地元だと思うし、今回9月の29日に、うちの宮田ストレートが新しいこの MDST EP、こちら発売になります。こちらは、僕のレベルダートレインダート WG サンズの、まあ、一応ちょっとダブルネーム的な感じで発売となります。でその後、10月の13日今度エフトラのエフトラ EP っていうのが発売になります。まあ、ちょっとそれ含めていろいろちょっと話せれたらなと思って、こうマッソルさんと2人っていうか1対1は結構初めてだったので、うん、結構でもマッソルさんのこういうことというかそういうのを取り入れながらなんか自分的にはうまくいいものできたと思ってます。やっぱなんかラップのノリとリリックというかそれが多分みんないつも考えてるやつだと思うんですけど、そういう指摘だったりとかここもっとノリよくいけたりとかここリリックちょっと変えた方が絶対良くなるとかそういう指示はすごい覚えてて、自分もその後書き直してまたレックしたりっていうのを繰り返してました。なんか本当ビートを大事に使ってほしいなっていう、はい、そういうのはやっぱあったかもね、はい、うん、だからねあんまりこう安いとか軽い言葉使うともったいないから、はい、そう、そこはもうこの言葉はやっぱ変えた方がいいとかそういうのは結構指摘したよね、はい、うん。富山とかはどういう今どういう感じなの？富山、自分はジャングルってとこで、まあ、主にやってるわけじゃないですか。で、まあ、自分の周りだと、まあ、人は少なくていろんなタイプの MC いるんですけど、本当極端な言い方したら自分らが最年長ぐらいな感じで。エフトラの方は逆にまあ自分が全曲ビートやってる中でもうエフトラやっぱフローがもう完全にもうあっちと向こうの US の原稿のちょっとこうアンダーグラウンドなヒップホップともう本当にこうなんだろうレベルがもう差がないというかそういうスタイルだからすげえ嬉しかったのが、まあ、こんなのここで言うのが初めてなんですけど、なんかマッソールさんはもう年とは関係なくなんかアーティストって感じで俺と接してくださってるのがすげえなんか伝わってそれが嬉しかったですね。であとはなんか今回の制作の前のそのジベルの参加していくとかのレックの時とかにもう覚えてるのはそのミヤに似たような指摘なんですけど、まあ、もっと言葉をはっきりと発音した方がいいよっていう指摘があって、そこからちょっとなんか俺のラップがまた一つなんか変わった感じが自分の中でしましたね。そうですね、松本はやっぱりちっちゃい都市なんですけど飲食店も普通のお店とかも結構個人系の店多くて、で個人でやってるお店が盛り上がってるような印象はすごくここ10年ぐらい あって、まあ、飲食店もやっぱり I ターン U ターンで帰ってきてる子たちがいい店作って、で地元にちょっとこうそういうエッセンスを注入してるみたいな流れがあって文化レベルがすごく上がってきてるなっていう印象はありますね。なんか例えばこうヒップホップを聴いてるスケーターはもっと増えてほしいし、ヒップホップしかやってないやつらスケーターとかのカルチャーも知ってほしいし、
なんか他のこういろんな仕事をしてるやつら、そういうやつらもヒップホップを聴いてぶち上がってほしいし、落ちてるやつらをやっぱ俺は上げるのがやっぱヒップホップの役目だと思うんで、なんかそういうのをなんかもうさらにもっとこう熱を持ってなんかさらに上げてってほしいなっていう、うん、なんかそういうのが、まあ、熱望でもある展望でもあるかなと、うん、まあ、あとやっぱまあ俺も、まあ、82年生まれってのもあるんですけど、もっと本当さらにラップもっとやばくなりたいし、ビートとかもマジでなんかもう世界とかに通用するようなキャラクターになりたいし、うん、もっと本当スキル高めてみんなで高めてやっていきたいですね。君のマッチでドライ。